ると嬉しいね、幸せになるんじゃないかな、ね、ちょっとね、嬉しいよね、うん、銀のエンゼルぐらいの気持ちチョコモードね。じゃあ次の話題でね、行こうかな。少し緊張解けた？私まだちょっと緊張してる。大丈夫だよ、あとよしよししてあげる。よし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 、あよし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 、はい、次行きましょうか。よろしくお願いします。はい、ということでね、お互いの印象ということをコロちゃんとむすびちゃんには聞いていきたいと思います。第3期のお二人なんですけど、お二人自体は自身あの面識あるのかしら？あります。私がね、初対面だよね。じゃあちょっとお互いのまず第一印象からちょっと聞いてみようかな。デビューが早かった、ちょっとね、ショコラちゃんの方から、むすびちゃんの印象はどうでしたか？はい、金髪碧眼って、ショコラめっちゃ可愛い子来たって思って、めっちゃおっとりしてて可愛いなっていう第一印象でしたね。なんでおむすび持ってるんだろうとか思わなかった？むすびって書いてたんで、おむすび系なのかなとか、準備中の時からおむすびのアイコンにしてたりとかしてたんで、ショコラドーナツ大好きだし、食べ物系で共通点あるかもって思ってました。いいね。